でも優勝決定戦の前にはサードプレイスが決定します。
さあ、2対1ですね、今。今決勝かな、決勝のトーナメントかな、決勝の優勝決定戦は、先に3試合取ったものが勝ちとなります。で、今2対1で XJ が、リードですね。お、XJ がリーチ。さあ、人気洗う挽回できちゃうかな。さあ、陸 J がなぜかこっちを見ました。余裕なんですかね。ナイスメンタル。さあ、あとワンチャン。おっとリング際、土俵際。さあ、今のタイトル惜しい。おっと、さあ、粘った、ニンディアラウ。さあ、乗っかってく。もう4割タイルゲット。タッチパンからの PG 投げ。お、いいよ。ぶちかましやれ。いけ。あー、おっと、いけ。うん、おー、接戦だった。さあ、陸 J 勝ち上がり。惜しかったなー、でも。はい、優勝決定戦が始まります。ピルコさん対工藤君。工藤君が一本アドバンテージがあるので、2試合で勝利を取る。でも2番のピルコは3勝で優勝を取る。ちょっと変なルールだけど、まあ、そして工藤君が今、工藤君のアドベンターでバーテンは投げ肝心上流。あ、狙う。工藤君に加えた答えがきつい。です。あ、投げ、また時間が、うわ、ノックアウト。工藤君の勝利。あと1試合で右側は工藤君、左側はピルコ。おリングアウトで。カッツン。お、投げ。
こ。また危ないよ。リングアウトに、お、いい投げだ。お、センキュー、センキュー。おわナイスダッシュさばき専門じゃろ初決定戦ですああ伊藤さんの優勝がください。この素晴らしいシーンです。ではインタビューにお出します。では見事勝利を取りました。おめでとうございます。今の感想を教えてください。フィンランド最高。以上です。ありがとうございました。では。アレタイスタップル大きな拍手をお願いします。Thank you.